トールズ士官学院、俺たち7組もここから始まったんだよな。オズボーン宰相が狙撃され、帝都が占領されたあの日から。あれから2ヶ月くらいしか経っていないんだね。なんだか随分と遠いところまで来た気がするわ。だがなんとか帰ってこれたな。士官学院を、俺たち7組の始まりの場所を、何としても俺たちの手で掴み取ってみせるぞ。行こうみんな。はい、落ち。
危険度大手加減抜きで行かせてもらう。もらうとどめだ。ドラグナーハザードこれで決める。アクセル。シャドウブリゲイドの所に響け、ノクターンベル。強敵ね。我が剣に集え。
ようやくここまでたどり着けたね。ようやくみんなで学院に戻ってこられた。トールズ士官学院がやっと一つになれた。ええ、会長。行こう、みんな。あとは俺たちのかけがえのない毎日を取り戻すだけだ。こうして俺たちは全員でトールズ士官学院を取り戻した。学院生たちの声援はしばらくの間止むことはなく、誰もが士官学院の一員であることに誇りと喜びを感じながら、この内戦の空に強い意志と明日への希望を抱くのだった。私たちが帝都解放のお手伝いですか？ルール、バリアハートが沈黙し、すでに足場は整った。この上年をまたいでは戦況が長引く可能性もある。帝国西部は未だ厳しい状況だが、ノルティアとクロイツェンの両方軍が制約通り不干渉を貫くならば、天魂一滴が叶うかもしれぬ。確かにまたとない好機かもしれないが、以前お話ししたように自分たちは内戦そのものに介入するつもりはありません。あくまで士官学院生として果たすべき使命をなすだけです。
無論お前たちはそれで構わん。皆さんにお願いしたいのは、いえ、トールズ士官学院にお願いしたいのは、とある場所の解放になります。とある場所？それは一体？そこから先は俺から説明させてもらうぜ。あなたは？確か軍の情報局の。あれ、レクターだ。2ヶ月ぶり。クロスベルから戻ってきたの？ああ、やっとあっちも一区切りついてくれたんでな。久々に情報局のネットワークにアクセスできたってわけだ。ちょっと待って、一区切りついたってクロスベルで何かあったの？ああ、あのバカでかい木、青の大樹が消滅した。消滅後の混乱はあったが、クロイス大統領も逮捕され、徐々に事態も収拾されつつある。そうだったんですか。青の大樹、尋常でない霊気を感じましたが。どうせ結社の連中もいろいろ絡んでたんでしょうけど。経緯はどうあれ、クロスベルの脅威は去った。だが皮肉なことに、これでいよいよ時間がなくなってしまったのだ。それってクロスベルの脅威が消えた今、東のカルバード共和国が動き始めるかもしれないということか。共和国も現在経済恐慌とテロで混乱している状況ですが、クロスベルという獲物を前にして体制を立て直すのは間違いありません。そしてガレリア要塞なき今、共和国にクロスベルを奪われたら、いつそこを足場に帝国への侵攻が開始されるとも限らない。その意味では可及的速やかに内戦を終結させる必要があるだろう。それが我々の急ぐ理由だ。状況は分かりました。それで私たちに解放させたいとある場所とは？ああ、カレル離宮だ。カレル離宮といえば、帝都郊外にある皇帝家の離宮だったっけ？もしかして。はい、殿下。情報局の調査で皇帝陛下とご家族の方々が幽閉されていることが判明しました。エリゼ・シュバルツァー城とレーグニッツ帝都知事もご一緒です。父さんもそちらに？そうでしたか。確かカレル離宮は帝都近郊にありながらも天然の地形に囲まれている場所。 VIP を幽閉するにはうってつけかもしれないわね。ええ、陸路のアクセスは帝都駅からの特別列車のみ。そちらはこの絵群の部隊によって厳重に守られている状況です。ですが皆さんの艦ならば吸収することも可能でしょう。どうやら答えはすでに出ているな。うん、そうだね。レクターからの情報なら間違いなしだろうし。双竜橋やルーレを解放した時と同じだね。陛下たちをお救いするのももちろんだが、学院の関係者は何としてでも保護するですね。みんなありがとう。すまない。首相な顔を。お礼を言われるまでもないわ。まったく。
く。たくましくなったわね。ええ、眩しいくらいですよ。アルフィン殿下、許可をいただいてもよろしいですか？はい、ありがとうございます。アルフィン・ライゼ・アルノールの名にかけて皆さんにぜひお願いしたいと思います。承知しました。トールズ士官学院総員、全力をもってカレル離宮の解放をお引き受けします。あんたは回らないの？さあ、文芸部あたりにいるんじゃない？先輩ってのに大切な愛蔵書がなくなってないかチェックしないと、とか引っ張られていったし。死んでおきなさい。ビータとヘビが関わっている以上、ここからが本番のはずよ。バンダナ男と決着をつける前に悔いは残さないようにするのね。のは都が痛い相手にだけしなさい。節操なさすぎるわよ。最後の夜かもしれないんでしょ。とっとと回ってきなさい。それとバリマールのところにも顔を出してきなさいよね。はん、まったく、どうして私が。羽根こじゃらまいし。ビーンか。そなたらの影響を多少なりとも受けたらしい。皆で取り戻した大切な場所、せめて今宵は感慨に浸るとよかろう。損傷した記憶素子が
徐々に回復しているようだ。部分的ではあるが、昔のことも思い出せた。うん、私が眠りについたのは250年と128日前。以前の起動者はドライケルス・アルノールという。あの記憶と共鳴したのだろう。かつてドライケルスもそなたと同じく精霊窟を訪れた。そこで剣の霊石を手に入れ、帝都での決戦へ赴いたのだ。多くの仲間たちと共に。快楽にして大前自弱と言うべきか。傍用としながらも大胆不敵、どこまでも懐の深い男であった。時に子供のような目をしていたがな。その必要はあるまい。目覚めてよりそなたのことは見てきたつもりだ。彼には彼の、そなたにはそなたの持ち味というものがあろう。それはそなたの仲間たちにとってかけがえのないものであるはず。自分が自分であることをまずは誇るがいい。任せておくがいい。
ねえ、リン。この学院で最初に会った日のこと覚えてる？顔から火が出そうになるくらい恥ずかしくて最低の流れよね。せっかくのいい出会いが変に上書きされたっていうか。でもあれがきっかけだった。あの日から私は気になって仕方なくなっていったんだもの。リン、あなたのことが。ほとんど初対面だったあなたがあんな風にかばってくれて、一体どういう人なんだろうってずっと考えるようになった。そしたらなんとなくあなたを目で追うことが多くなって、もっともっとあなたのことが知りたくなった。あのまっすぐな瞳は一体どこを見ているんだろうって。それって…リン…悩んで苦しみながらもどこまでもまっすぐに前を向いている。そんなあなたと一緒だったから道を見出す勇気をつかむことができた。私もあなたのことが好きよ、
ティ。私もあの旧校舎の時以上に恥ずかしくてたまらないわ。でもこれできっと忘れないでいられる。どんなことがあってもこの夜の思い出が私を強くしてくれると思う。はい。